フリブニャ。フリブニャ、フルイーウニャは、ウクライナの通貨単位。国際通貨コード、ISO4217 は、ウクライナフリブニャ。ウクライナ語の略称は、であり、1フリブニャイコール100コピー下である。通貨記号は、キリル文字の筆記体に、横に重線を重ねたものである。フリブニャは11世紀に、キエフ対抗国で通貨として使われていた。 グリブナ。これは、ルーシ全体の通貨であったとされる。フリブニャは、スラブ語のグライバから派生している。現在では、フリブニャは、馬の縦紙という意味であるが、元はサンスクリットに由来する言葉で、首という意味であった。同様にして、そこから、フリブニャは、金や銀で作られた首の周りに着用される、装飾品を差し示すようになり、転じて、 一定の重さの金塊か銀塊を示すことになった。当時は他にものがた、クな、べの三つの補助単位が使われていた。のがたは天などの小動物の毛皮を意味している。最も小さなベクシャはリスの毛皮を意味している。ロシア帝国時代は、ウクライナではカルボーバネチと呼ばれたルーブルが通貨単位として用いられた。ウクライナにおけるルーブルは、 それまでのフリブニアに新たに名称を与えるという形でれた。後、ズロトニクなど帝国共通の単位が用いられるようになった。1917年に成立したウクライナ人民共和国では、共和国成立以前からウクライナ中央ラーダによって新しいウクライナの通貨の選定が行われていた。最初に採用されたのはカルボーバネッツで、 1917年7月18日に決定された。これは、ロシアの通貨単位ルーブリのウクライナ名がカルボーバ熱意であったことを考えれば、ウクライナが独自の通貨を定めることにより、自国の独自性を強調すると同時に、ロシアとの連携関係も重視していたことを意味していると考えられる。補助単位としてはシャーフが採用され、200シャーフで1カルボーバ熱とされた。 しかし、10月革命で、ボリシェビキが政権を奪取すると、それを非難したウクライナとソビエトロシアの関係は、急激に悪化、ウクライナソビエト戦争が開始された。12月19日には100カルボーは熱に相当する、単位として、クピュラが制定された。1918年1月、赤軍によって、首都を追われたウクライナ政府は、ドイツ帝国と同盟することで首都を奪還した。 こうした中、3月1日には、新たな通貨単位として、フリブニャが選定された。補助単位としてはシャーフが用いられた。この単位は、100シャーフ及び1、ニカルボーバ熱ネに相当するとされ、2、10、100、500、1000、2000フリブニャ紙幣が発行された。これらは、ドイツで造幣された。4月のヘチマンの政変によって成立した、ウクライナ国では、 カルボーバネチとクピュラ、シャーフが基本単位として用いられた。12月にディレクトウリアが政権を奪取し、ウクライナ人民共和国を復活させると、基本単位はフリブニアに置かれた。しかし、1919年10月までカルボーバネチの発行は続けられた。その後、ウクライナ人民共和国は戦争に敗れて壊滅し、政府は海外へ亡命した。 ソ連時代、ウクライナでは、ソ連カルボーバネチと呼ばれる通貨が使用されたが、これは、ソ連全体でいうところのソ連リューブリと同じ、ものであった。ウクライナ的なフリブニアは排除され、多くは破棄された。1941年から1944年の、アイガナチスドイツによって、ポーランドからベラルーシ、南ロシアにかけて建国された、国家飲料ウクライナ、 ライヒスコミッサリアートウクライナでは、ソ連ルーブリに代わって、カルボーバネツイが通過単位として採用された。これは、ドイツの撤退と国会委員会の崩壊により廃止され、再びソ連ルーブリに戻された。ウクライナの独立により、1992年にソ連時代に使用されていたソ連ルーブリに代わって採用されたのが、カルボーバネツイ、通称クポーンであった。 しかし、経済の混乱もあり、この通貨は一時的単位に終わった。極度のインフレにより流通する通貨の桁は、数万から十万にまでなり、1996年には、新たな通貨単位フリブニアへの転換が実行された。それまでの十万カルボバーネ熱が一フリブニアに換算され、切り替えは年内に実施された。これは、実質的なデノミネーションであった。なお、 補助単位としては1992年によりコピー化が用いられているが、ロシア系のこの単位の代わりに、ウクライナ系のシャーフを採用するという動きもあったが、実現されなかった。2003年には公募によりフリブニアのサインが決定されたページボードの画像を参照。2004年にウクライナ国立銀行がフリブニアを示す綴りとして混同されていたの語源の公式調査に着手した。 その結果、が中性に使われていた通貨単位であることが確認され、以後、が正式名称となった。流通している紙幣は、1、2、5、10、20、50、100、200フリブニアの8種類。流通している効果は、1、2、5、10、25、50コピーか、1フリブニアの7種類である。ただし、紙幣には、新旧大小等。 同一価値のものでも数種類あるため、時折混乱のもとになっている。古い紙幣は嫌われ、あまりに古い場合は実質使用できなくなるため、ウクライナ人は手持ちの紙幣のうち古びたものから先に使おうとする傾向があるようである。時折記念メダルも発行されているが、一振り分野のものが中心でありあまり高額のものは発行されていないようである。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。